マストチェンジプロジェクトがあるから、はい、純粋にグループとして変わることも大事だけど、やっぱメンバー個々人で変わっていくこともすごい大事だと思うので、まあ、やっぱりなんかちょっと鍋島の大学ってスタートからすごい恵まれてたと思うので、まあ、それは本当に水曜日のダウンタウンの皆さんのお力でもあり、一個俺が思うのはやっぱり何者でもなっちゃってる感じが、まあ、一人一人みんなだと思うんだけどはあるのかなと思っていて、本気で自分たちで考えて自分たちの課題を見つけてそれを改善していって、でだからこそライブでも本当に魂から歌を歌って踊り踊ってやるからファンに刺さったりとかをしてると思うんだけど、そういうところが一個足りないのかなっていうのは思っていたね。まあ、まずグループ全体としてはもっと準備できただろうし、練習が足りてないんだろうなっていうのが第一印象。そのなんだろう、お客さんに一体感を今日は一緒に生み出したかったので、うん、本当にお客さんの目を一人一人しっかり見て、うん、ちゃんと見られたって思えるぐらいの時間で、うんうん、見るようにします。その意識は俺すごい感じたからいいと思うんだけど、多分なおすげえできるから、なんか一回死ぬかもってぐらいめっちゃ必死にやってみたの。なおって器用じゃないのにこういろんなことを見ようとすると、その時ライブに入り込めてないのかなって俺思っちゃう瞬間結構あって、ことはほんと図星だなと思って、なんか普段のライブも全力でやっているつもりではあったんですけど、うん、でやっぱどこかで周りの心配とかもしちゃう、うん、なんか変な余裕が自分の中にあって、うんうん、周りの心配はライブ前に片付けないと。いや、そうですね。はい。うん、ちょっとマンネリしてきてお互いが気使い合っちゃって、なんか和気あいあい仲良し恋しグループみたいな感じになっちゃってるから、いや本当に売れたいと思ったらそういうところを気使わずに言っていかないと、せっかく花を持ってる才能をこのまま活かせないでグループが終わっちゃってっていう風にもなりかねないと思うね。はい、花江がパフォーマンスに対しての意識強いっていうのも分かってるんだけど、それをもっと他のメンバーにも落とし込んでいかないと豆島大変良くなっていかないじゃない、はい、でそれが多分一番できるのは花江だと思うから、しもっとやってってほしい。そのなんか壁も備えた方がいいじゃなくて、だからさっきもみんな言ってる通り周りをこう引っ張って周りも気にするっていうことだ、全体のレベル。なんか今まで細かいところ無視してたなって、見て見ぬふりしてたところが多いなっていうのは本当に今回で改めて気づいて、もっと迫力のある、昔の方が迫力はあった、そうだと思うよ、今マジで自分でも思ってて、昔は実力がなかったし慣れてなかったから勢いだけで乗り切ってたから、うん、迫力もあったし昔の方が見てて楽しかった、うん、でもなんかその器用がゆえになんかこうできてるから、なんかそのもっとなんかその感情的にというかむき出しにというかしてもいいのかなってライブの時とか思って、ダンス良くなったら超 MC 良かった。ただね、まあ、歌もすごい良くなってるんだけど、もうちょっと表現力つくとさらにいいかなっていう、まあ、今それボイトレやってるんですよ、ね、そうですか。自分でもそれ悩んでてまあそこら辺は本当にすごいちゃんと練習してきたんだろうなとは思うんだけど、やっぱまだ自信がないのかなと思ったりとか、あとパフォーマンス中にちょっとちらっと確認したりとかをしてるのは、やっぱりもうさすがにやめなきゃいけないだろうし、このツアーが始まる前に完璧してこなきゃいけないことだと思うから、なんかアイカーの良さってなんか行った時にふわって明るくなるところだと思うから、そのアイカなりの喋りの仕方でいいから、なんか何でもいいんだからもっといろいろやってみなよ、うん、でアイカが言うだけでなんかアイカっぽさって出るから、それが多分お客さんにもこう明るい空気にしてくれる感じがしてて、
多分豆島大群のカラーって結構アイクが作ってる感じがするから、その明るい雰囲気、楽しそうな感じ、頑張れ、頑張ります全体見えてるようで、一個の行動に対してこれがどう思われるんだろうっていうのをもうちょっと考えた方がいいかなとか、胸焼けのすごい大きく見せようとしてる姿勢とか、歌もそうだし、まあ、本当に全力でやってるんだろうなっていうのはすごく感じるから。目標は、目標やっぱ東京ドーム、東京ドームでライブする。そうだよね、まずその自分のもう理想の自分をちゃんと作ってみな、うん、そしたらそれに多分合っていくと思うから。なんかやっぱり帰るし、そこのパフォーマンスの部分でコンプレックスじゃないけど、まあちょっと足を引っ張っちゃうみたいなことをつどつど言ってたりしてるし、うん、そういうところで、まあ、メンバーに対して気を使っちゃってる部分があるんだろうなというのを感じていて、うん、で俺らが喋ったことに対しても多分一番理解してるくれてるんだろうなっていうのは毎回感じるんだよ、ね、MC とか見ててもそういうところは逆に楓が率先して引っ張っていかなきゃいけないかもしれないから、逆にそういうところで豆島に貢献するっていうのも楓ができる一つのことでもあったりするかもしれないから、セットリストとかも今回初めてツアーの中で自分たちで考えてたんですけど、そこでもやっぱり改善っていうものがあったりして、そういう話ってさ、はい、普段ライブ終わった時とメンバーに話したりするの？自分からはなかなか言えないことが多い、なんか自分が思っていることに自信がなんか間違ってる気がして、なので今回かちゃんと、伝えなきゃいけない、自分の中で考えてみる。せっかく気づける子なのに、なんで言わないんだろうっていうところが一番なの。はい、だから俺、楓とやっぱ一緒に仕事してよかったなって思うし、楓がマムシのタイミングに入ってくれて本当よかったなって思うこと、たくさんあるの。俺は昨日のライブやった後に、メンバーがちょっとなんか明るい感じで戻ってきた感じとか、ちょっと理解できなかったし、もっとそういう自分から言っていかないと。今日も一日お疲れ様でした。乾杯。よっしゃ、お疲れ様です。お疲れ様です。今日のライブどうでしたか？クソ。本当に。なんか真剣に考えないと絶対にお客さん増えないし、俺今日のライブ見てどう考えたってお客さんが増えるとは思えなかったよ。基本的には俺最初に豆島の時に言ったと思うんだけど、ライブ始まる時に全員が初めましてだと思えって言ったじゃん。なんでかって言ったらそれが平等だからだし、初めましてだろうが何だろうが楽しませればいいだけだし、なのにみんなこれをね、豆柴のことも分かってるかもしんないけど、なんとかかもしんないけどって、もうその前提がまずおかしいんだ。そうじゃなくて、本当に初めての人に対して楽しませるっていうことが何なのかっていうことを考えなかったら、新しい人は増えないし、お客さんはどん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 こうやって先細っていっちゃうよね。お前ら目指してるとこそこじゃないはずさ。それを自覚してやってほしいです。はい。全員合宿行きになっちゃう。そういでくやんのさ、いや結構やばいよ本当に。なんか俺なんか言うてもう真剣なんですみたいな雰囲気を見せてくれるのかなと思ったけど、あ、どう、はい、いらっしゃい。なんか本当に変わった感じしなかった。ダメよマジで、全員が本当に初めての人だと思ってほしい。そうじゃなかったら絶対ダメだって。
その全員が平等なんだから、別に最善の人だろうが奥の人だろうが、その人たちが全員同じように楽しんでもらわなかったらお客さん増えないと思う。本当に本当に良かったなって、後ろの本当に最高列の人たちはきっとどんなもんなんだろうなと思って来てるはずだから、そいつらが感動しなかったら意味ないから、それだけは本当にと思います。はい、ありがとうございます。